皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の先生にとって写真のスキルはどれぐらい必要ですかにお答えします、というテーマで今日お伝えしていきたいと思います。昨今ですね、写真のスキルというのが、一般人の方もそうです、一般人というのは要は職業としていない方ですねも含めて、もうその技術革新によって圧倒的にこう写真を使うっていうことが当たり前になってきて、スキルがものすごい上がってきたんですよね、世の中的に。もちろんそれによってインスタグラムで表現をするとかいう、こう自己実現とか自分発信とかそういうことも増えてきたこともあって、動画も写真もなんですけど、数年前に比べると格段にこう普通の方、お仕事にしてない方のクオリティが上がってきています。で、その状態において、教室業の先生というのは、写真で別にお金をいただいているわけではないし、レッスンによってお金をいただいているわけなんですけれども、その手前の段階で、その先生が選ばれるか選ばれないか、例えばそれがホームページということに関してもそうなんですけれども、選ばれないの段階において写真っていうのがものすごく大きな重要な指標を示すことがありまして、それがじゃあどれぐらいスキルが必要なんですかっていう、もちろん上手ければ上手いに越したことはないです。だけれども、写真でお金をもらってるわけではないっていう、この微妙な境界線を、この段階においてはこれぐらい必要、この段階においてはこれぐらい必要っていう、それをですねちょっと解説していきたいなというのが本日のテーマでございます。はい、ということで、では早速本題に入りたいと思うんですが、まずなぜ私が教室業の先生の写真を語るのかという話からちょっとお話をしたいんですけど、私は現在教室業の先生に特化をした教室集客コンサルタントをやっていて、で現状ですね、世の中的には教室集客コンサルタントと名乗る方非常に多いです。で、それも、大体、どういう経緯でそうなっていくかっていうと、私自身もそうなんですけど、教室業を実際に経て、でそのスキル、集客スキルとかを身につけた、それを世の中に還元するというか、できない先生に教えるということで、ビジネスとしては成り立つ形で教えられる方が増えているっていうのは、すごく当然な話なんですよね。インターネットで集客をするっていうことが世の中的に当たり前のようになれば、その手法を当然教える人が教室の先生から出てくるっていうのはある意味当たり前のことで、それは全然私は普通にあり得ることだなというふうに思っているんですね。で、ただ私の経緯は、少しそういった方々と違っていて、その最初からコンサルタントになるために、自分の教室を作ったっていう、ちょっと順序が逆なんですよね。例えばお菓子とかパンとかお料理をすごくやっていて、その技術をもってして集客をしてたら、たくさん人が集まるようになって、そのやり方を教えてほしいと言われたからコンサルタントになったという方は割と多いんですけども、私の場合には、会社員でずっとやっていて、しかも営業職を中心にやっていて、集客もそうですし制約もそのまま数字に直結するお仕事をやっていて、その状態で、教室の先生と出会う、話が多くて、その中で先生からコンサルタントがいない、相談できる人がいない、そういう人になってくれたらいいのにっていうことからコンサルを目指すことになったんですね。で、その段において自分がやってないのは嘘だろうって思ったので、それから教室を立ち上げて、もちろんその時にも最初から人が集まるように、全部計算もして、当時の状態でですけどね、今はまた全然違うツールとかありますけれども、自然に集客できるようにホームページを作り、ブログを作り、それでオープンした私の教室っていう形だから、ほぼ満席からスタートしてるんですけれども、準備が
すごく大事で、それを学ぶ機会があったっていうのはとてもいいことだなっていうふうには思ってるんですけど、で、まあ、その状態で、まあ、教室を作ったっていう、まあ、普通の皆さんが集客コンサルタントになるのと逆の形で私は教室作りをしているタイプの人なので、教える範囲と内容も当然 それぞれにコンサルタントの方に特徴があって、私の場合にはテーマが自動集客、今も昔も10年前からずっと変わらないんですが、自然に集まってくる、見つけられたら申し込み、それを見たら申し込みが入るっていう風に流れを作りたいという風に思っているタイプの人なので、それは、見た目の部分でいうと写真です。あと心に訴えかける感性の部分でいうと文章、コピーライティング、この両方は昔から非常に重要視をしている内容で、この2つをある程度上手に扱えば、人がそこに訪れれば申し込みが入るっていう状態を作ることができるようになります。でさらにもっとその距離を近くするっていう意味で信頼関係を蓄積するっていうツールは他に LINE だったりメルマガとかもあるんですけど、骨格になる根幹の部分はホームページとブログ、まあ、YouTube も入ってきますけどね、そういった内容にしてあるんです。じゃあその中において写真ってどうなんですかって、写真の位置づけってどうなんですかっていう話なんですけど、ビジュアルマーケティングというデザインと、まあ、言葉もそうですけどデザインというもので人の感情を動かすっていうトータルデザインでですけどね、考えている私の感覚からすると、まあ、特に例えばホームページだと一番上にあるヘッダーと呼ばれるメインビジュアルと呼ばれるものなんですけど、そちらの方での第一印象っていうのが非常に大事で、でまあ、そこで何を伝えるのかっていう部分ではもちろん動画のヘッダーとかもあるんですけど重たいので再生に時間とかいろいろね重さがかかることでやっぱり写真で見せていく、あとキャッチコピーとかで見せていくっていうケースが非常に多いんですね。その段においていい写真と、まあ、良くない写真、まあ、いい写真っていうのはそのターゲットにとって心に響く写真がいい写真っていうことになるんですが、まあ、それがあるかないかっていうところは非常にその後の制約においては非常に大きな要素だよねっていうのは思っているんです。で、なんで私が写真をこんなに熱く語るかっていうと、私自身が趣味で写真を習い始めたのが30歳ぐらい、28かの頃なんで、今51なので約21、2年やってるってことになるんですけれども、趣味ですよ、趣味ですよ、会社員やってた頃から趣味です。だけれども私の場合の趣味の入れ込み方っていうのは半端なくて、例えば私がその時に何か夢中になって頑張る趣味っていうと年間100万から150万ぐらい使うのは割と普通っていう趣味の使い方、お金の使い方です。じゃあその時写真をやってたから、じゃあどういうことをするのかっていうと、初めて買ったカメラ、フルマニュアルのカメラで、フィルム装填からやるので全部フルマニュアルで動かさないといけないので、絞りも数値を自分で決めて露出計で測って、でスピード、シャッタースピードも決めて、でフィルムなのでそれを暗室、モノクロが好きだったんで暗室で焼いて紙で焼いて作っていくみたいな、その工程を全部趣味ですけどねやってるんで、お金が非常にかかるんですよ、非常にかかります。月にだいたい写真教室と暗室に入ってやるのとフィルム代となんじゃらかんやって、やっぱ 3,4 万は普通に使っていて、であと展示会です、写真展とか8回ぐらいやりましたけれども、グループ展がほとんどですけど、そのためにまた写真撮りに行く、また焼く、それを額装するとか何やかかんやかやると、そこで10万とか15万とか使いますよね。でそれに加えてカメラです、カメラ、当時はフルマニュアルのそれでしたけど、いろんなカメラを使ってみたくなるので、デジタルも買いましたし、まあ、いろいろと扱うんですよね。カメラ大体20万とか25万とか大体ポンポンって買ってましたから、大体そういうお金の使い方してます。でその状態で写真の技術、趣味ですけどかなり凝った趣味 で覚えていて、それを、42の時に開業しているので、まあ10年以上写真をやった状態で開業しているんですね。で
まあ、私の場合にはパンの写真を自分でもちろん撮るわけなんですけども、そのパンの写真を撮るっていうことに関しても、まあ、総合的に風景撮ったり人物撮ったりっていう、いろんなそのどういう思いを込めて写真を撮るのかっていう写真教室も1ヶ月に1遍のとか、まあ、違うものと同時に習うと1ヶ月に2回とか3回とか習うんですけど、それを一月も落としたことがない、欠かしたことがない状態でずっと十何年写真やってきていて、まあ、それで撮ってるわけですよ。そうすると、まあ、ホームページ自分で最初もちろん作るんですけども、途中からお金が作れるようになったら、プロの、ホームページ制作会社の人に自分で撮ってるんで、200枚でも300枚でも写真渡せるんですよね。それを渡した時に、これはプロの方にこんなにたくさん撮ってもらったんですかって言って、たら、まあ、全部自分で撮ってますっていう話をして驚かれたことがあるんですけれども、で、これ何を言いたいかっていうと、自慢とかそういうことではなくて、その写真で、レッスンとかがポンポン予約が私の場合入っていたんです。で、これは相対評価のもう簡単な話で、当時の皆さんのスキルがそんなに先生たちのスキルも高い人が多くなかった。私はその間にも10年学んできた写真のスキルを使って、心に響くようにパンですよね、美味しそうに見えるように、習いたいように見えるように、まあ今見るともうすでに10年前なんで、それは今の私が見ると下手だなと思いますけど、当時の私はそれでも他の先生がそこまでうまく撮れてない状態の時に、撮れていたっていうことで目立つわけですよ。そうするとこれ習いたい、これ食べてみたい、習いたいということで、写真を見て文章ほとんど読まずに申し込みが入ったっていう方も多かったのも経験してますし、そういう写真でヘッダーを作ると、それだけでインパクトが強くって、もう習いたいっていう人が多かった。女の人はビジュアルで動くケースが多いので、もちろん文章も頑張って作っていますけれども、まず見た目が勝負になってくるので、私の場合にはスタートがラッキーだったっていうことがあったので、写真に対しては目も厳しいし、私のクライアントさんにはその方のその学びのレベルに応じて OK 出す出さないの厳しさは変えてます。最初から十何年とか20年近くやってる私の添削状態でそこまでやれとはさすがに言わないです。その方が今どこにいて、どれぐらいのお客さんを集めたくって、その方たちの目はどれぐらい超えてるのか、どれぐらいインスタ見てるのか、どれぐらい他の方のホームページ見てるのかっていうことも全部調査した上で、その人のレベルをどこに置くか、いただく金額とのバランスもあるんですけど、それを決めて写真の指導をしている。だから緩い業界で、他の人が写真が下手すぎてっていう業界で、その方がちょっとだけうまかったら、まあ、やっていけるので、そこまで別に厳しく言わないケースもあります。まあ、ただ総合で基本今皆さんがうまい、だから先生というプロフェッショナルの職業において、写真のプロじゃないにしても、お金をいただく、入り口で見せるもののビジュアルとして整えていくっていう意味で、そのクオリティに達していないのであれば、やはり最低限でも一般レベルにはしないといけない。それが今ハードルが上がってるということがまず大前提になります。じゃあ次ですね、一般のレベルがすごく高いの、なんとか先生頑張りました。で、この時に本末転倒になってはいけないのは、写真は撮れないよりは撮れた方がいいです。だけれども、そこに異常に時間をかけすぎることによって、本当の、例えばお菓子ならお菓子、パンならパンを教える研究の方とか、そちらの方が全くおろそかになってしまうと、これは本末転倒になります。だからそのさじ加減が非常に難しいんですね。で、今回一つのエピソードをお伝えするんですけれども、私のクライアントさんで、お菓子の先生でプロを教える、カフェの開業カフェオーナーとか、教室、お菓子の先生をね、教える、まあ、お菓子の先生がいらっしゃるんですけど、で、彼女の、まあ、写真指導に、まあ、立ち会って一緒に、まあ、撮っていくというか、撮る見本を見せたって言えばいいんでしょうかね。それをやる機会を設けて教えたんです。
で、彼女の写真は別に決して下手とかそういうことではなく、一般的にはもちろん通用するレベルで、素晴らしい写真を撮る方で、まあ、その形でやっていくんだったら私特に何も言ってなかったんですけど、今回そのプロの方をね、特に中心に教えていく新しい講座、今までもやってたんですけど、さらに力を入れてパワーグレードリニューアルで作るっていう話で、もう全部きれいにしつらいを整えるっていう話になったので、ではそのプロの人たちに響くように、まあ写真をね、撮っていくっていうことをしましょうっていうことになりました。そうすると今度私の添削要求レベルが一気にガンと上がるんですよね。で、彼女ものすごい写真、今までそんなに頑張って勉強してこなかったんだけれども、今回は頑張って自分で撮りたいですっていうことを言ったので、ものすごくハードル厳しくしました。プロの方がそれを見ても習いたいって思ってもらえるような写真を撮りましょうっていうこと で、なんでそれを彼女に言ったかっていうと、彼女のお菓子はとても素晴らしいからなんです。私が見ていて、その撮り方うんぬんとかは別として、でもきっとこういうお菓子なんだよねっていうのは伝わってきたので、それをどう見せるのかっていうことを気を使わなくちゃいけない、時代に突入したんですよ。ステージに突入したんです。だからお菓子そのものの素晴らしいお菓子がそこにあっても、それを表現する力がないと、そのお菓子の素晴らしさが見てる人に伝わらないということなんです。で、この時に選ぶ選択肢は2つです。自分で頑張って覚えて、それを表現していくか、将来的にはこれしんどいんですけど、やっとくとタイムラグが少ないです。撮ったたびにブログとかにアップしていて、それで集客もできていくので、でそこにどうしても時間がかかって苦手でダメっていう方はプロにお願いする、お金を払って。大体この2択です。で、今回私が彼女に言ったのは、時間がなくて大変すぎてって思うんだったらもうプロを入れる方がいいっていう話をしたんです。だけど自分でトライしたいので、まずは私の写真を見てくださいと。で、それがダメでもうどうしても無理って言ったら諦めてプロに依頼しますって言ったんで、ものすごいねやる気を見せてきたんです。なので、まあ、私もね添削しました。で、ものすごい一生懸命やってるのは分かってるんです。今までがそうじゃない形でやってきたのを、私の指摘事項がすっごい細かいので、それは出来上がった写真を見ればどういうふうに撮ってるかとか状況が分かるから分かるんです。だけれども写真も文章もスタートはその根底にある本人の思いと、それをどういうふうな人に何を見せたくって、どういう思いをその写真から得てほしいのかっていうことまで考えて、まあ、スタイリングもしていくんですけれども、それで、まあ、撮る露出から何から全部決めていきます。で、それを一生懸命やったんだけど伝わる状態になってないということで、もうそれは、今後彼女の人生において写真のスキルアップっていうのは絶対的に必要だと思ったので、もう 目で見て分かるようにその場で私の撮り方を見せることで教えようっていうふうに思って、それでねやってきました。どういうふうにスタイリングをどういう意図で組んでいて、それを見た人にどういう感情を抱かせるようにするのか、でそのための光の処理をどうしているのか、どういう構図と画角で切り取るのかというのを伝えながらですね、まあプロフィール撮影が終わった後のあれだったんで、でも4時間半ぐらいずっともうほぼノンストップで休憩取らずにずっと撮ってました。はい。で、これは今回そういうケースだったのでやったんですけれども、ステージがあります。そこまで時間をかけていい、でもかけても覚えていかないと綺麗に撮れないことってあるんですよ。いろんなこと覚えなきゃいけなくて、でもそれは先生の本業ではない。まずこれは理解をした上で、でも一般人のレベルが上がってますとなると、プロとしてある程度最低限見せるところのレベルはどうしても作らないといけなくて、そこまでは覚えなきゃいけなくなっちゃったっていうことです。時代がそうなっちゃったから。ただその時代を後押しする素晴らしいアイテムが出てるのが、一眼レフとかそういう写真の機械本体の性能の向上ですね。ちょっと技術が足りなくてもカメラがどうにかしてくれる、まあ、スマホで撮ったとしても、まあ、スマホの技量が確かに上がってる。ただ本気で撮るなら絶対に一眼レフです。
それがミラーレスであろうと、あのフルサイズの本当の一眼レフであろうと、どっちでも。だからそのステージにおいて必要な知識と、必要な状態で撮っていくスキルと、あと思いですね。思いを写真に込めないとそれが伝わらないので、結局誰にこの、お菓子は習ってほしいのかとか、その原点に立ち返る必要があって、まあ私の場合には写真っていうのが、まあ、パンの時は念写っていうのは使わないんですけど、扱うっていうのは心霊の方じゃないんですけど、念を込めて撮るっていう意味で念写っていう言葉を私使ってるんですけど、展示会とか写真展に出す時の写真は念写に近い状態で写真撮ってましたね。一つの構図決めるのに5分ぐらいかかって、で全部光を計算して1枚のシャッターを切るっていう状態で、それを何百枚も撮って写真展に出すのは1枚とか2枚ですから、焼くのも何十枚も失敗してっていう、そういう状態で写真撮ってた人なんで、鶴の旗折りね、鶴の恩返しの旗折りみたいな、毛抜いて旗を折っていくみたいな織物を作っていく、あれになんか近いイメージで写真って撮ってる人でした。だからまあ、それはね、まあ、展示会の方の時はそれなんですけど、そんなに念込めてたら枚数いかないので、パンの時にはもっとサクサク撮ってますけれども、ただこのパンの写真を見たら、習いたいと思ってくれる人がこういう感情を持ってくれたらいいな、このパンの良さってここなんだよねって思いながら、その顔を素敵に見えるように撮っていくっていう。だから変な話、料理とか食事を撮ったことがないカメラマンが撮るよりも私の方がうまかったです。それはそのパンの良さを知った、私が知ってるからです。ということから考えると、そのお料理の良さと素敵さは本来は、先生がよく知ってるはずなので、先生が上手に撮れるのが一番ナイスです、本当は。でそこにはただ綺麗に撮るだけとかじゃなくて、伝えたい思いとやっぱり趣旨とコンセプトっていうのが必ずセットになってくるので、それを込めて撮るっていう、そのために必要最低限のスキルが必要ということです。ですから段階別にその誰を呼ぶのかっていう人がだんだんグレードアップしてきて、例えば1講座、まあ、何ヶ月かっていう連続講座で30万とか50万の講座をとかを、やっていくっていうふうに決めたら、そのクオリティの写真が必要になってくるということになります。それが自分で撮るのかプロが撮るのかっていうこと。ただブログとかはその旬なものを撮った、今度こういうのやるよっていうのをサクサク伝えていく上では、写真のクオリティが自分が上がってると、どん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 外に発信していけるので、結果それを見るだけで申し込みが入ったりとかっていうすることに貢献するっていう、長い目で見ると、まあ、写真っていうのはスキルとしてじっくり身につけておくといいのかなという感じはします。私の場合は趣味でやってたのが生きただけなんで、もともと写真は好きだったので、そういう意味ではラッキーです。でもやめてないです、全然。今も積み上げてるので、もう22年近くやってる感じになっているので、まあ、それなりのスキルは当然やめてないですから、身についてるっていうことにはなっていますけどね、はい。ですからまとめると、教室業の先生にとっての写真のスキルはどれぐらい必要ですかっていう話なんですが、まずその人の成長段階においてこだわるべき写真の、クオリティのスキルは変わってくるということがまず大前提です。で、本末転倒に、2つ目本末転倒になってはいけない。本業は教室の先生ですよと。だから写真を、まあ、楽しくて趣味的にやりたいところもあってものすごいのめり込むのは OK なんですけど、本業は、教室業でちゃんと教える、こっちが本業なんで、それをわきまえた上でかけていい時間とかけてよくない時間をちゃんと見極めるっていうのが2つ目。3つ目は成長の速度に、成長のステップに合わせて、写真のスキルも上がっていく必要がある場合があります。で、時間が足りない場合にはプロの力を借りるということも必要になってくるので、私の場合の指導に関しては、その方が今どのステージにいてどれだけの写真のスキルが必要だから、ここまでは覚えてくださいっていうのは伝えられるんですけれども、ご自身で判断する場合にはまず今の2つを理解した上で、で自分のレベルが世間的に言ってどこなのか、
で最低でもお金をもらえる一般人よりはちょっと綺麗に撮れてるっていうところまで引き上げる必要があるので、それに応じて自分の時間の使い方とお金の使い方を検討していただく必要があるかと思いますので、そんな形で考えていただければと思います。それでは。